信長の野望。新生 PK。 武田征伐が三好の横槍により失敗し逆襲のため四国遠征に乗り出した我らのフェニックス。残る三好の城はあと三つ。三好いい、けじめの時間じゃあ。さあ次の目標は黒瀬城、進軍せよ。渋滞して兵糧を無駄にしないよう注意して進め。あいよ。秋田高山城攻めは戦力の蓄次投入をして、あと耐久半分程度。攻略も時間の問題だな。ゆちく城に武田からの援軍で柿崎さんたち来とる。でも兵力8000の節災が相対してるから今回は勝てそうだ。これで敵援軍も打ち止めかな。一大事でござる。大内家が盟友大友家の防衛拠点、臼杵城を陥落させたとのこと。なんと、防衛拠点陥落で異風発生。これで大友家が塞いでた四国への経路が解放されて、大内家が四国に行きやすくなっちゃった。思わぬ盟友の敗戦報告に宇治春もびっくり。九州にあった大友家の領土ほぼなくなってる。大内家が九州の覇者になったな。うちと盟友大友家を同時に相手はできないだろうし、防衛拠点設定すればこっち攻めてくることはないかな。まあ面倒だしできたら九州遠征は避けたいぜ。でも盟友大友が大内に食われる可能性もあるかも。そんときゃ援軍出すか見捨てて大内と同盟で良さそうだな。そんなわけで九州からの襲撃に備えて、ムキムキマッチョ中村御所に配置。名前で呼んでやれ、茎が防衛してるなら安心感あるな。でも中村御所は平城で防衛力皆無なので、後で強い施設の武将移動させとこっと。どっからでも攻められる作りだと防衛しにくいぜ。そして中村御所奪取から2ヶ月後、秋田高山城も陥落。お、捕虜に武力特化の上杉の暴れん坊い、小島弥太郎がいるぞ。よっしゃあ、新たなマッチョゲット。織田家の筋肉がビルドアップ。そして寝返り士官で元近くんのお父さんも仲間入り、年齢56だけど長く活躍してくれるといいな。さあ5つ目の舞台よ、続き湯月城に進め。残す城はあと2つ、三好滅亡待ったなしだぜ。そして黒瀬城攻めの舞台が軍制圧していると、そこには大内家の舞台の姿が。三好のやつ、いつの間にか大内家とも同盟結んでやがったのか。要領が厳しいのに、こういうの困るよ。んなわけで三好から奪った四国の城からも5つ目を出陣。まあこんだけ増援出せば敵援軍来てもなんとかなるかな。敵援軍ただの城代だったので伊達さんがあっさり撃退。さっき異風で取った臼杵城の城代、そのまま放り込んだだけかい。敵増援の代わり入ります。うっざー。有馬衆が取り込みに応じました。うむ、これからは家臣として頑張りたまへ。酷使されまくった国衆がやっと報われたぜ。ああ、湯月城攻めてた節災が壊滅。嘘だろ、あの兵力差でも柿崎にやられたのか。いえ、ただの米切れです。兵糧管理ミスってんじゃねえよ。部隊数が多いのでうっかりうっかり。では兵糧減らないように中村御所で待機してた織田さん、黒瀬城にとどめの一撃お願いします。ちょっとしたミスはあったものの、順調に攻略はできそうな感じだな。しかしその順調な戦いに水を差す武田の調略。だいぶカットしてるけど相変わらず調略が来てるぜ。そして織田さんが到着した黒瀬城は、援軍に来た大内家も蹴散らし無事落城。これで三好の城はあと一つ。で同月打って出てきた三好長慶を斎藤高政が撃破し、湯月城陥落。三好家を滅亡させました。それではお楽しみの武将登用タイム。日本の福王と呼ばれた男は、戦国最弱の家臣になるかな。三好長慶以外にも元近くんの弟の吉良や、山上や間宮のおじいちゃんとかそこそこ強いのもいるね。大藤長慶殿が仲間になったぞ。これで今川と戦になってもいい勝負できるはず。武田を滅ぼし今川を蹴散らし北条をやっつけ、織田城に帰還するぞ。気が早いな、でも帰還の目処が立ってきたぜ。三好家を出奔した者が帰還を望んでおります。出奔も何ももう滅んでんだろ。私が滅亡前に来た連絡無視してただけです。おい、あ、前に合戦で全く動かなかった敵の多いし、結構強いからうちではキリキリ働いてもらおう。さて大内家に攻められないように早速黒瀬城を防衛設定と。ここはルートが分かれてるから防衛しやすくていいな。西楼設置したからこれ守ってるだけで勝てるかな。領土も広がり資金にも余裕ができてきたので、ちょいちょい火砲も購入開始。で購入した数珠丸常次は三好さんにプレゼント。日蓮が使ってた天下五剣の名物に真っ赤だった忠誠も一気に真っ青。そういえば松永さんも忠誠低いままだったので官位を上げてご機嫌取り。この世界では壇上ではなく台上で頑張ってください。この後天下三ナスの藤ナスが買えたので、これも松永さんにプレゼント。
チャキコレクター垂涎の名物に松永の忠誠も爆上がり。さあ人事はこれで万全、宿敵武田を滅ぼし、西平定の総仕上げと参るぞー。民を先導し一気を起こすけど、成敗してくれる。二度と一気できない体にしてやれ。そういえば伊丹城をこっそり補給拠点に設定しました。西の軍勢がここで補給すれば、今川攻めにも使えるな。一計、国衆ジェットストリームアターク。巨大勢力になっても国衆国士。国衆相手だと侮って打って出てくるから地味に兵士を削れるはず。考え方がせこい。余裕のできた資金で領内諸作、国高増強。四国は結構焼け野原になってるから、多少支援してやってもいいかもな。そして季節は新年を迎え、元服の季節。イキリ顔のグラになった佐竹義重水さーん。この世界では織田家の味方として、大暴れしてもらいましょ。あ、将軍様がご病気だ。来年あたりには御所目指すからもうちょい頑張。新人佐竹、名所再建業務をよろ。中山神社、銀山町の商業アップ。これまでか。下がり。我ながら。ああ、国衆たちがああ。いやお前がけしかけたんだろうが。そうでした。でも予想通り信玄撃って出て削れてるな。足利義晴様、読みへ旅立たれましたー。あ、将軍様、上洛作戦はもう目前ですぞ。織田さんは関東に帰るから今日は将軍様にお返ししようと思ったのに、なんてこった。待てー、お茶がかりー。あー、茶勢がー、二度目のお茶がかりばっくれ。あらぬ冤罪をでっち上げ民を扇動したその罪、その地でもってあがなってもらうぞ。時は来たれり、総攻めだー。むむ、柴田茂家盆章だけど捨てが全部100超え。信玄に至っては防御141。他にも西部作の兵に鉄砲使える土井清義、モブ顔だけど強い北条さんに、本能寺の変の時に家康と一緒に伊賀越えした、光力清長とか地味に有能なのもいる模様。柿崎鍋島春日が出てくる地獄じゃなかったが、これはこれで強そうだぜ。まあ我らが抑えたのは一ルートのみ、やれることは限られている、とにかく突っ込めー。それでは協約連打めちゃうぞおじさん殲滅戦、開戦。全部隊まとまって動いても意味がない。各自道を迂回し攻撃して確実に敵を潰せー。大新入りの三好長吉が早速一番槍で活躍。兵力は10倍だ。速攻で敵の防衛拠点を落とせー。他のルートの防衛拠点はどうあがいても破壊できない。士気が落ちる前に蹴りをつけるぞ。心得た。織田家主力の猛攻に鉄砲いつも構えてる土井清義もあっさり壊滅。敵の援軍が来る前にスピード撃破。で、あっという間に施設も破壊。織田家も優秀な武将が増えて、攻城戦も難なく戦えるようになったぜ。次は土井清義と戦闘中に、千代女ちゃんと清水さんが先行して攻撃して宅の部の守る施設の攻略。敵は一部隊のみ、交代して体力を回復して確実に攻めろ。そしてあっさり交代した織田さんが宅の部を撃退。数百の兵力じゃ2万超えの宇治春は止められねえぜ。各方面の仲間も集まり施設も破壊。次の施設との間にはモブ顔の北城が待機してるぜ。奥にある施設は牢だから、範囲に入らないよう注意しながら攻撃せねば、全軍で進むと無駄に兵が削られる地形。多少の被害は仕方なし、節災は突貫、他のものは迂回し、モブ顔北城を排除せよ。そして節災が鉄砲発射ー。そのまま攻撃し敵をすりつぶせー。さらに清水さんの混乱も決まり、動けなくなった北城爆散。かっこ撃破で残り武田は4部隊。さあ経路は確保した。各方面から西部差の守る牢を一気に落とせー。で西部差を半分ほど削ったところで、柴田が援軍で駆けつけ西部差が交代。あとちょっとだったのに惜しかったな。こっちも援軍だ、三好さん同じアース。牢を迂回しこのまま西部差を討ち取る、者ども進めー。武田勢の救護所が発動しました。西部差の兵力がちょびっと回復。別ルートの施設をうまく使うとはなかなかやるな。まあ数百程度回復しても誤差だよ誤差。そして牢に取り残された柴田は、清水さんの卑怯臭い混乱を喰らい行動不可。元地下の牙突撃も発動、フルボッコだぜ。はい、壊滅。これで厄介な施設が壊せるぜ。さあ、織田さんも牢がそろそろ壊れるから進軍再開。宇治春ダーシュ。よし千代女ちゃんが無事牢を破壊、これでこのルートの防衛施設は全部壊せたぜ。あとは城門を破壊し本丸を落とすのみ、全軍攻めかかれー。勢いそのままに織田さんが攻撃を撃退。やっぱー、これが数の暴力だ。武田ー、よくも何度も何度も一気起こしてくれたな、けじめの時間だー。だが戦国最強の一角に数えられる男、最後の最後まで抵抗の姿勢を見せる、風林火山ーん。
そしてそんな信玄を嘲笑うがごとく混乱を食らわせる我らの清水さん。今回の合戦3回目の混乱、清水さん強すぎだな。まあ卑怯臭いけど狙ってやってるわけでもなし。全部対混乱持ちとかにしたら、えげつない結果になりそうだ。混乱を収集したものの逃げることもできず信玄爆散。あとは三枝だけかな。あ、こっちもちょうど肩がついたみたい。これにて敵部隊すべて壊滅。おお、すべての敵兵を刈り取ったぞ。民の仇はなった。勝ち時を上げよう。もうこれで跳躍連打されないぞ。ダッシャー、かーあったどう。結果は3万ほどやられちゃったけど満足満足。武田相手に一ルート力攻めなら上出来だぜ。そして一騎を先導し、民を苦しめた武田を殲滅した黄金の尻の男の伝説が伝播した。いやそれはうちの家紋ぜ。しかし民はそんなことを知らない。黄金の尻伝説はこの世界で長く語り継がれた。いやそんなことより今の威風範囲、まさか。周囲の城二つゲットということは。わしらの旗を高く高く掲げよう。武田を滅亡させました。一撃武田滅亡きたー。よっしゃあ、これで武田家吸収。お前が長年追いかけてた柿崎さんもゲットのチャンス。おお、わしより優秀そうな猛者もおるな。戦国最弱が偉そうに言っててくさ。お、これはかなりの猛者揃い。しれっと鬼島津までいるし。さあどれだけ仲間になってくれるかな。よしかすがオーケー。恨み骨髄、天地が覆ろうが織田氏春にそれがしが使えることはありえぬと知れ。まああんなに跳躍連打するくらいだしそりゃそうだわ。信玄の大名の意地もあるでしょうし、切腹を認めてあげましょ。追いばらしたそうな異坊との一条の部達も一緒に処断となりました。犬飼いも選択されてるぞ。おまけです。おい。民を利用したことは許さんが、誠公的主であったぞ、さらば。で他の強キャラはみんな仲間入り。一気に戦力超上がったぜ。そして今川との同盟は残り6ヶ月。将軍様をお連れすることは叶わなかったが、ついに上洛を目指す時が来たか。同盟切れたら今川征伐開始だぜ。では武田三好を滅ぼして、ついに今川との決別を決意したところで今回はここまで。次回の織田家無双が気になると思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。嬉しいです。三好武田を吸収して一気に強キャラゲットで挑戦力強化した宇治春。だが相対する今川の兵力は我らの上田が勝てるか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望。新生 PK。ついに宿敵だった武田と三好を滅亡させ吸収することに成功した我らのフェニックス。さあ東方遠征の準備を始めよ。今川を攻め、織田城機関への足がかりにするのだー。今川との同盟終了までまだ期間あるし、内政諸策で国高あげましょ。アプデで複数人選べるようになって便利になった内政諸策を実施。国高を上げ兵力を増やすのだ。それを嘲笑うかのようにやってくる大自然の猛威。もはやお約束だな。同盟延長してちょっと内政やろう。はい皆さん上洛作戦延期でーす。まあ兵力は拮抗してるからちょい頑張れば追い抜けるかな。そして悪い知らせの後には良い知らせ、県政上泉信綱殿が仲間入り、新影流の祖、安定の武力95へ。今川と戦う前に政策なんかも強化、収入は余裕あるし、安いのは全開放でもいいかもな。とりあえず砲術指南月額300円プランに加入、他のもちょいちょい進めましょ。で政策見てて武用追加するの忘れてたのに気づき、武用枠を解放して戦闘員さんを任命。使える人材も昇進して、武用になれるやつも増えてきたし頃合いだな。剣心校のお姉ちゃんの戦闘員さんのおかげで、毘沙門天信仰が発令可能になりました。一番安いプランで、大名出陣してれば全部の部隊攻撃プラス8のぶっ壊れ性能だぜ。合戦するには大名必須なので、合戦ありきの戦いする我らには超強い政策。同じ要領でギリアマゴ一門の加藤正貞も武用に任命。これで八国守護の地が発令可能に。こっちの政策はなんか微妙だな。アマゴ家の政策使ったことなかったのでなんとなく入れただけだし。おい。まあ気が向いたらこれも発令しましょ。で暇なうちに武将探索でもしようかと思って、情報見たら浪人に松平元康くんが、未来の江戸幕府初代将軍、この世界では無職で草。里見さんとか強い人もいる模様。政務の高い家臣も増えたし、一挙チャレンジ。見込みは運次第だが武将ガチャに課金だ。名所の発展も実施、もともとあった出雲大社がレベルアップ。軍制圧速度30%アップ。そして台風から半年、
最大兵力で今川を追い越し、北条に迫る成長を遂げることに成功。戦う準備が整ったぜ。政策発令でさらに強化じゃ。微妙な雨ボケ政策も発令。朝廷から兵部大夫に任ぜられ、武官の人事や軍需の管理する兵部省の長官に就任。では元康くんうちで働いてください。兵部大夫、職権乱用。たまたま援国投用しただけだよ。まあ組頭スタートだから、織田さんの補佐につけて次の遠征で勲功稼いでもらいましょ。未来の家康ゲットだぜ。さらに銭の力で武用の枠を解放し、一門戦勝法発令のために斎藤高政を任命。はっはっは、これで下方が 20% オフじゃ。下方は忠誠上げる以外にも、城能力調整して特性持ったりできるからうまく使えば強そうだな。まあ私が使ったことなかったからいか役。おい。百歩多い、下方爆買い。家に帰って冷静になったら後悔しそうなやつ、愛と書かれたヘルメット購入。金山町が完成しました。ナイスタイミング、これで金掘り技術も発令できる。これ白攻めの反撃ダメージ減るから地味に大事だよな。今川との同盟も残り2ヶ月となりました。決戦の時は近い。あれ？北条今川の兵力減ってる？もしやこれは。北条と今川が争ってる、漁夫のリチャンスだぜ。いや合戦するとき今川の集まりが悪いと、威風が大きくならないのが。ああ。もう一年同盟延長して様子見よっと。はい、上洛作戦再度延期でエース。そして北条と書いてきた城と読む、モブ顔のおっさんが出奔するぞとだだこねる。こいつ初期から使えてくれてる安田を解雇しろとか抜かしおる。北条の方が強いけどそれはダメ。安田も防衛施設正浪で強いしな。テクノヘも出奔。ああ、下方上げてたのに。持ち逃げ。ふ、去る者は放っておけ、最強のわしだけで十分じゃ。剣勢を横にはべらせ戦国最弱が生きてんじゃねえよ。武力95なら鳳凰玄魔剣も使えるかな？いやそれセイントが制圧する世界だ。まあ大官は昇進したら城主にするからまたすぐ弱くなるよ。そんな。そして季節は移ろい元服の季節。今年は跡取りの友春がデビューじゃ。統率19武勇29、お前子育て失敗してるぞ。失敬な。毘沙門天信仰レベル2で攻撃プラス12、足りない能力は政策でカバー。さらに剣勢おかわり入りまーす。将軍義輝に一つの太刀を伝授した先生、織田家の強化が止まらない。今川を攻める準備は万端、そしてお約束の台風到来。だーあああ。と見せかけ神回避。ギリセーフ。では出陣前に城主を入れ替えっと、剣女反境の町20年アンドで動かせないのもったいないな。あ、昇進して城主になれるようになれば、城主に動かせるよ。そうなんな。そして最小に佐竹義明を大抜擢。最大兵力 10%、集落掌握速度マイナス 30%。史実ではライバルだった織田と佐竹が夢の共闘。佐竹よ共に東を目指し、故郷に帰還しよう。これで最大兵力北条超え。織田家が戦国最強になったぜ。まだまだ盛るよー。毘沙門天信仰レベル3だー。まだ強くなる余地はあるがかなり強くなったな。そして戦国最強となった宇治春の前に、あの男がやってきた。強すぎたる大将、武田勝頼。父の仇なのに許してくれるのか、愛わかった、共に戦国最強を突き進もうぞ。宿敵信玄の息子ゲットだぜ。さて上洛作戦前の仕上げに、後方支援用に軍団申請へ。軍団長の畠山は千役70、他軍団に兵が送れるぜ。今川との停戦期日となりました。武田滅亡から3年、強化した我らの力を見せる時が来た、出陣だー。敵予想兵力は33万、対する織田家は27万、小屋大規模戦闘になりそうだぜ。うおーおー、二条御所に乗り込むぞー。そして停戦直後の進行に今川が起こ。だー、一気はやめれ。てかまた今川北条戦っとる。うちの動き見て北条が動いたのかな？そして臨戦整え昇竜寺城に進軍開始。今川うまく集まってくるかな？なんとか道を往復したり微調整して、八部隊巻き込むことに成功。相手はこけしカット4万、威風中、もらったぜ。敵は浪人だった里見さんが今川に取られてたくらいで、半分くらいは国衆の寄せ集め集団な模様。城攻めを考慮したガチ編成の織田軍の敵じゃないぜ。まずは騎馬突撃しながら三好長吉が一番やり、周知周到領病で撤退。はい、鬼島津の鉄砲入りまーす。薩摩バーサーカーの圧倒的火力に、公家周到領何もできず撤退。高台に陣取った織田さんも負けじと矢を放つ。圧倒だぜ。こけしカットもただの矢の的。宇治春兵力3万だから火力出るぜ。
中央の戦いも順調。左翼もボンバー松永と三好長吉の旧三好メンバーが里見を撃破。最後はこっそり軒口狙ってた青木を撃破。これであっという間に式優勢勝利。やっぱー、これが強化された織田家の力だー。もはや敵なし。そして上洛戦とする織田家の黄金のシリカモンが天高く舞い上がり、周囲に遺構を撒き散らす。古来衆を撒き散らすな。すまんすまん、上洛目前で張り切ってしもうた。あまりの異臭にこっそり今川の従属となり生き残ってた雄三寺もびっくり。周辺の後ろに城ゲット。まずまずの成果。このまま二条五所で攻城戦だーと思ったら今川氏が不在。よく見たら近くにいるんだが。そして今川氏が近くにいるのに気づかず出直すことにして全軍撤退。安定のやらかしい。で3ヶ月後今川氏が軍の奪還をし終わって騎乗を始めたところで再度出陣。今度はうまいこと攻城戦に持ち込むことに成功。百科ー、今川を今日から追い出すぞー。それでは織田家16万 VS 今川家2万、強くなった織田家の力を見せつける戦い、開戦。鬼強い武将に紛れ込む最弱。この顔ぶれで負けたら松代までの恥だよ。防衛設備は青楼と人次郎があるな。まあなすべきことは簡単よ、全軍突っ込めー。青楼は長四国と危ないから範囲に気をつけろ。そして左から攻めてた織田さんと佐竹義重がサクッと村井長頼をホバーク。わらわらと群がる織田勢に村井なすすべなし。青楼の攻略には柿崎さん鬼島津と剣女藩。柿崎の突撃レベル9が炸裂。ちなみに島津さんと剣女藩も鉄砲レベル9です。無慈悲なガチ部隊に佐久間森重爆散。で青楼の破壊をしていると鍋島が溝口長友を討ち取る活躍。特に邪魔されることもなく青楼破壊。このまま城門も破壊して御所に乗り込めー。奥にも防衛施設はあるが壊す必要はない。一気化成に御所を落とすぞー。城門を守るために今川氏が撃って出てきたぞー。大鉄砲レベル5か。街道一の弓取りが鉄砲とな。どうも街道一の美中年です。手入れの行き届いた見事な眉毛。おい、しかし高いステータスをお持ちの今川氏も剣女藩の卑怯臭い混乱で封殺。反則坊主入りまーす。そんな今川氏を助けに行こうとした丹波旗の氏最後の投資秀春を柿崎さんが撃破。よし、これで遮るものはなくなった。宇治春、このまま吉本を三方向強撃してやれ。心得た。でも三方向強撃の前に混乱を収束させ今川氏は御所に退避。城門の耐久はもうミリだ。このままぶっ壊しちまえー。待て吉本王、ぶっ転がしてやるレル王。最強メンバーに囲まれ、宇治春イキリモード突入。今川宇治の体力は減っている、一気になだれ込めー。そしてあっさり吉本撃破。どうやらわし、強くなりすぎたようだな。家臣が強いだけです。辛辣。で、織田さんがそのまま御所を制圧して勝利。巨大になった今川家の本拠地だから、もうちょい手こずるかと思いきゃ楽勝だったな。強化された織田家に敵なし、勝ち時を上げよ、かーあったどー。工場戦だったけどキルレートも大差なし、平城だったしこんなもんか。そしてこの日帝の尾鷲京の都に黄金のケツが打ち上げられ、新たな覇者の大統を告げた。どやー、これが威風強じゃー。おー、これはいい感じの威風。結果4つの城と28の軍をゲット。壊さず手に入れられたから、これからの東方遠征に役立ちそうだぜ。二条五所の制圧で追加の労用60日分もゲット。よーし、このまま織田城まで突っ走るぞー。さすがにそれは無理だ、調子のんな。ちぇ。では二条五所を手中に収め、東方征伐が始まったところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。今川の本拠を奪うもまだまだ今川はでかい、そしてその後には最大勢力北条が待ち構えているぞ。果たして勢いこのままに宇治春は織田城に帰れるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望。新生 PK。内政や政策発令で軍事力を強化し今川から二条五所を奪い上洛に成功した我らのフェニックス。戦国最強となった織田家に敵なし、勢いこのままに東方征伐に出撃だー。お次の目標は観音寺城だ。物ども進めー。ヒーハー、今川の領土を一気に切り取るぞー。大田助政たちも後瀬山城に出陣。多方面同時進行で二条五所からそのまま観音寺城に向かった織田さんたちは北道を戻ってうろうろ。
はい、風のために敵前でうろうろする小細工入りまーす。なるべく城は傷つけず取りたいから、できるだけ風で取りたいんよ。そして3ヶ月後。敵集結待ちとはいえ待ちすぎだろ。敵兵の米すら切れそうじゃねえか。あと1部隊で風中なんや。粘りすぎ。よっしゃー、敵8部隊揃った。合戦じゃー。兵力はこちらが3倍。合戦さえできればこっちのもんだぜ。敵はまた里見さんに、不死身のババミノと呼ばれたババノブハル。あとはそこそこ強いレベルでアマゴなりヒサに8スカコ6とか。まあこっちは最強で固めてるから、里見とババ以外はなんとでもなるぜ。右翼は鍋ちゃん伊達さん鬼島津で、一本道を封鎖していい感じに強撃。はい、ロベカツナが速攻爆散。この調子でこの奥にいるババの処理もよろしく。そして左翼側では三好さんが高台の要所に陣取り、矢でフルボッコ。中央は賢女藩と佐竹義重がやり合ってんな。お、織田信康が撤退。あいつも織田と読むのかわしと違って弱いな。今日からあいつは弱い方の織田と呼ぼう。史実だとお前が弱い方だけどな。なんじゃと。はい、弱い方の織田爆散。それ見たことか。矢の雨を抜けてきた敵勢を織田さんが抑えてるから、柿崎さん救援よろ。うまくやればこっちも強撃できるかな。鍋ちゃん鬼島津、馬場を強撃だ。分かれ道に一瞬下がりサイド攻め立てよう。島津義久の鉄砲正射が綺麗に入った。が戻るタイミングをミスり強撃にならず変な形に。安定のやらかしい。伊達さんヘルプ入って、ああ。馬場を強撃しながら鍋ちゃんも強撃される残念婦人。やっちまったー。でも根性なかった8スカコ6が速攻撤退したのでさほど被害なし。ギリセーフ。で織田さんたちは無事強撃成功。賢女藩も中央で強撃できてるな。さあ最後にもう一押し、みんなー、腹筋に力を入れろー。ダブルバイセーエックス、力こぶ。うおー、元気100倍、今川を全滅じゃー。織田家の士気も上げ上げで、鬼島津の攻撃が140、鍋ちゃん136で伊達さんに至っては157。疲れた馬場2人分のパワーで草。この猛攻にさすがの不死身の馬場美濃も撤退。よし、士気が完全にこっちに傾いた。士気優勢勝利だぜ。勝ち時を上げよ、かーあったどー。攻城戦からの連戦だったけど楽勝。このメンツなら負けようがないぜ。そして3ヶ月粘って発生させた威風が吹き荒れる。威風中。おお、これはいくつか城行ったかな。うちの伊達さんの強さにお父さん伊達さんもびっくり。伊達政宗のお父さんのお父さん。それも普通におじいちゃんでいいだろ。取りま城3つゲット。粘った甲斐があったな。では勢いこのままに大垣城も攻め落とすぞー。大耳のをつなぐ要所、ここを落として身の進行の足がかりにするぜ。舞台を分け、チーム容量不足は伊賀上の城を攻め立てよ。威風粘って兵糧減っちゃったが近場ならなんとかなるかな。進軍前に集結させるため武部山城に待機させてた、大助政たちも後瀬山城に進軍開始。威風でゲットした沢山城は補給拠点に設定。西から東に攻めるときは沢山大垣はほぼ必ず通るから、ここで補給できると便利なんだよな。補給拠点は商用地で補給量が決まるので、城下施設建て直しをなしゃーす。ぶっ壊して商人町に建て直しだ。四国から新宮城にも進行開始。後で忘れて兵糧切れにしちゃうやつだ。ここほんと攻めにくい。大垣城進軍中に接敵、威風にならない3部隊だったので、サクッと処理、完全殲滅。そして敵のいなくなった大垣城は強行で速攻攻略。今川の新たな本拠稲葉山城も目前だぜ。そんな中鬼島津が鬼真壁を連れてきた。史実では佐竹と真壁の連名で謙信公に織田さんの配信をばらして、謙信公と戦う大ピンチを起こした織田さんの因縁の相手。真壁よ、この意味不明な世界だ。共に力を合わせ関東に帰還しようぞ。鬼真壁、ゲットだぜ。真壁殿から申し出があり、他者への教練の代わりに望みがあるとか。大武力90の真壁の教練はありがたい。同時に安綱をいただきたい。東京国立博物館に行け。天下五剣は率先して集めてるから今は織田さん所有だよ。272名の武力が3も上がるのか、最高の待遇でお迎えしよう。太っ腹の宇治春、交渉地が振り切れとる。下手な政策より強いし真壁さんには感謝だよ。だな。そしてこのまま稲葉山城も落とそうと思ったけど、一気に拡張しすぎで危ういと判断し一旦撤退。領地の拡張が早すぎて人事が適当になってるから、再編もしときたいぜ。伊賀上の攻めはノックが応援できたけど、問答無用でフルボッコ。大垣城を取り返そうとしてた今川勢も帰ったみたいだし、順調順調。伊賀上の城城主荒木村重が東家に降伏したいそうです。
史実ではノップを裏切り家族を見捨てて逃げて、自らを同奮と名乗った男。この世界でも命がけで駆けつけてくれたノップを裏切り降伏とは本当うんこマンだな。まあ集落掌握維持してくれるそうだから所領安堵してあげましょ。そこそこ強いうんこマンゲットだぜ。これにて伊賀上の城海城を。伊賀の国もあっさり取り込み成功だ。よしお次はのちせ山城だ。しかし豪雨の洪水が水をさすっと見せかけ神回避。ギリセーフ。そのまま無事のちせ山城の攻略に成功。これで越前方面の進軍路も確保できたぜ。新宮城攻めてた部隊も引き上げさせ一旦状況を確認。だいぶ弱体化した今川を北条も取り込もうとしてるぞ。今川宇治史実での本拠寸府や館に帰れず、このまま滅亡コース確定かな。こや急いで再編して今川攻め再開戦といかんな。さて武将の配置移動の前にちょっと迷ったけど、本拠石山ごぼうから二条御所に移転。距離的にも収入的にも微妙な感じだな。石山ごぼうの3万5000近くある兵力織田さんに使わせるのもったいないし。なんだと、わしが弱いっていうのか。まあ現世じゃお前戦国最弱呼ばれてるからな。ち。下打ちすな。そんなわけで石山ごぼうは松平の元康くんにお任せします。新入りなのにこんな高待遇でいいのか？中の人が徳川宗家のチャンネル登録するくらいにはファンなのでこうなりました。この人の末裔 YouTuber かよ。徳川宗家が謎の組織フリーメイソンに潜入する話は面白かったよ。宗家何やってんだよ。では君にはこの黄金の鎧を授ける、石山ごぼうを任せたぞい。有名な黄金の鎧で黄金漏らしたやつか。この世界じゃ武田滅んでるから黄金は漏らさないよ。さて他の人たちにも論功交渉っと。お、朝日流し苦労まで出世しとる。今回の遠征で織田さんが真の猛者に、武力70、戦国最弱もだいぶ成長したな。急速事項。アピールの強い朝比奈さんは筆頭の歴戦の将です。猛者が増えても未だに現役。城主振り分けの前に火砲を使って、ステータスの微調整っと。千代女ちゃん、わしの愛のヘルメット、受け取ってくれるかい？微妙なセクハラやめえ。これで武力90ジャスト千代女ちゃん完成。あの頭上にて一気の先導に成功しました。一気される側からする側にチェーンジ。今側からもちょいちょいやられてるので仕返しであります。では人事移動完了、東方征伐再開だー。兵力は回復しきってないが約30万の動員、これで今川を一気に蹴散らすぜー。くつき谷城にて一気が発生しました。ほんとこの世界一気多いよ。さっきの一気の仕返しされたな。さあ本拠稲葉山城を落とし、威風で一気に美濃を攻略するぞー。今川は北条とやり合ってる、本拠ダッシュは今がチャンス。って思ってたんだけどさすがに本城は守る気満々、わらわら今川勢が集まってきた。てなわけで周辺をうろうろして城攻め前に大きな合戦にして蹴散らすどう。微調整の結果、山本勘助率いる敵15部隊と相対、合戦じゃー。部隊数は負けてるが兵力は3倍、ボッコボッコにしてやるぜー。あれ？部隊数いつもより多くない？これアプデで追加された大規模な合戦ってやつじゃね？おおこれは楽しみ。それでは城攻めの予定が敵いっぱい来ちゃったからとりあえずで始まった、天下分け目の戦い、開戦。我らの精鋭はご覧の通りのガチ夫人。これと戦う今川勢はどんな感じだ？大将の勘助に先の戦いにも出てきたババ、名前から強い鬼には下月祭。しょぼい国衆を挟んで里見さん、また国衆を挟んで相馬15代当主相馬森田ね。さらに毛利高元内藤正豊に長尾正影に混じる国衆の織田信康。それを見守るがごとくには長秀、さらに後ろには島津忠正八須賀古六、最後に赤鬼赤井直政。これだけいると武将紹介だけでも時間かかるぜ。各自正面の要所に突き進めー、要所を抑えるのだー。こちらの方が兵数質問へ、負ける要素はねー、ぶちかませー。最初は佐竹が中央のコブポイントを争う感じに、十字になってて互いに攻撃し合う変な地形だ。左翼では柿崎さんの牙突撃。長年我らを苦しめたこの突撃、しかし味方になるとなんと心強いことか。八須賀古六、一撃爆散。右翼では敵大将山本勘助を狙う、県魚半島に島津のダブル鉄砲隊。ヒーハー、鉄砲レベル9、勘助の兵力が半分以上いったぜ。あ、人知れず毛利高元撤退。どうやらコブ拠点落とすときにしれっと撃破した模様。そのまま近くにいる鍋ちゃんの強撃援護よろ。引き上がって宇治春の攻撃が132だと。わしが戦国最強じゃあ。お、剣魚班たちがモブ撃破。佐竹が強撃されて邪魔だったモブも撤退したぜ。そしてめっちゃ勢いある織田勢、あっさり敵大将山本勘助を撃破。国衆の雑魚織田も撤退だ。
国衆が崩れ佐竹と三好長慶に強撃された内藤正豊も撤退。各方面全部流星、勝敗は決したぜ。最後は名前は強そう、鬼には下月祭が撤退し、式が完全に傾き優勢勝を降り、大規模な合戦のマップだから一波乱あるかと思いきゃ、蓋を開けたら楽勝だったな。勝ち時を上げよ、かーあったどー。そんなわけで敵の半分くらいは戦えず優勢勝利でござった。大部隊は式を維持するのが大事ってことだな。そして場所的にも関ヶ原にあや近かった天下分け目の戦いに勝利し、織田さんの黄金の尻が天下に我ありと威風を放つ。一景、威風強おお、めっちゃ広がったー。だが一城も寝返らなかった。なぜじゃなぜわしの意向が効かんのだ。今川が守りを固める稲葉山城は、敗戦にひるまず籠城の構え、当家になびく者はいません。なんてこった。やっちまったなー。畜生おお、このまま稲葉山城乗り込んで、意地でも威風を起こしてやらー。威風を代わりだ。ではこっそり四国から新宮城攻めの部隊を出撃させながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。中の人が喜びます。大合戦に勝利したものの何も得るものがなかった宇治春。果たして稲葉山城攻略の威風で城をいっぱい取れるか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。 本拠地を二条御所に移転しさらなる東方征伐に出発した我らのフェニックス。そして大規模な合戦にて勝利するも威風が不発。このままで帰れるか、一気に本拠攻め落とすぞー。大元節祭様がお亡くなりになりました。あー、東方征伐遠征中なのに我らを手こずらせた難敵から心強い味方になってくれた功労者よ、さらば。悲しみ冷めやらぬ中尾田さんたちは敵本拠稲葉山城に到着。ここで勝てれば威風強、前回の肩透かし威風を挽回するぞー。今回は一ルートからの力攻め、破壊できない位置に鉄砲グラがあるのが厄介。時間経過で敵の鉄砲がヤバくなるぜ。それでは大規模合戦で取りこぼした威風を名変城の戦い、開戦。目の前にあるのは材木庫だけだから、突破するのは良い。なすべきことは簡単だ、突貫じゃあ。城門の射程には入らないように注意な。心得た。まずは剣女藩の鉄砲正射で山内和豊が反壊、そのまま壊滅。さすが剣女藩、PK で弱体化したらしいがそれでもレベル9もあればかなり強いぜ。そのまま材木交番番するも今川家動かないけどいいの？と思ってたら一気に駆け込んできたー。ここ位置的にどうしても強撃されちまう場所だ。それならもっと有効に使えばいいのに、とか考えてたら空気読まず剣女藩が施設破壊完了。舞台を交代させ一本道に戻し鬼島津を投入。ははは、一本道で鬼島津を止められるかな？やっはー、今川軍を蹴散らせー。だが敵はダッシュで本丸に避難。戦え卑怯者を。ここからは二手に分かれて城門の攻略。矢の射程範囲だから一部隊ずつ交代で攻撃だ。鉄砲、放てー。容赦ない鬼島津の正射で城門を守る兵が反壊。島津義弘は魔法を唱えた。横山機内をやっつけた。こらこら。鬼島津捨てたかい上にすぐに発動できる吸収も使えるからほんと強い。もうこいつだけで天下統一できそうだな。そして鬼島津に群がる今川勢、薩摩バーサーカーはこれでも止まらんぞ。そんな大激戦な城門に、剣女藩を投入して混乱&強撃。さらに柿崎さんも投入だー。圧倒的火力で一気に力攻めだー。大激戦を制して剣女藩が城門を破壊。やっはー、あとは本丸だけだぜ。数で優位に立った、とどめを刺してやれー。壊せない位置にまだ城門残ってるが構わない、全軍突撃ー。数で押し切れ、なだれ込めー。うおおお、わしが戦国最強、小田氏春だー。王戦法入り乱れる大激戦だ。だー、城門の攻撃でモリモリ兵力減ってる、速攻で本丸を攻略するのだー。やべえ、15秒くらいで兵力5000いったぞ。調子こいて全軍突撃するんじゃなかった。あ、でも今川氏撃破成功。本丸の耐久はまだ残ってるがこの調子ならあとは時間の問題だぜ。今川の兵は残りわずかだ。一気化成に蹴散らせー。よし、ムキムキマッチョ本丸制圧。名前で呼んでやれよ、クキがやったな。これにて攻城戦勝利、勝ち時を上げよ、かーあったどー。最後の本丸の無理攻めで1万ぐらい兵力無駄にした気もするけど、勝てたので OK。まあ白攻めだし仕方なし。そして稲葉山山頂からケツ型花火が打ち上がる。一景、威風強。よっしゃー、今回はかなりいったぞ。
威風リベンジ成功。これには今は亡き信玄公のお父さんもびっくり。弱い方の織田も絶賛じゃ。威風の成果はお城5つと29の軍が寝返り、城破壊せずに手に入ったし、これでさらなる東方征伐がはかどるぜ。さらに稲葉山城攻略の副将で織田さんには、お米60日分が贈呈されます。本拠だから武将も結構捕まえられたな。そこそこ強い的場の登用に成功。城も増えたし人材が増えるのはありがたいぜ。威風でゲットした金山城はガッチガチの防衛設定に変更。聖楼と櫓をたっぷり配置。攻城戦の結果今川の兵力はもうボロボロ。城数で北条に負けてるが、最大兵力も他の追従を許さない勢力になったぜ。だが織田家の強化はまだ続く。今川金目録星2にレベルアップ。兵力プラス5万、月額3000円プランに加入。強者の政策をパクる、これが真の強者じゃ。今後遠征も増えてくるので小二田隊配備もアップグレード。米追加20日。さてお次は名古屋城の雄三寺攻めようかな。城2つの弱小大名だしサクッとやっちまうか。弱小勢力ながらも後の高橋城雲こと吉弘重忠がいる。西国無双立花宗茂のジップだけあってお強い。あ、将軍様。これはぜひとも京にお連れせねば。室町幕府織田政権樹立しちゃう？吉将軍様を京にお連れするぞ。不当に将軍を監禁する雄三寺に鉄槌を。いや将軍雄三寺の家老だったし。細けいことはいいんだよ。おい。あと今川攻めも同時進行。一気で出撃できなかった春日たちが亀山城に進軍中。国衆も使ってマップ戦闘で強撃だぜ。越前方面への進行準備も開始。一旦の千世山城に部隊を集結せよ。おっと北条もがっつり動いてきたぞ。もはや今川領の切り取りは早いもの勝ち。攻め手を緩めるなぁ。そして織田さんたちは名古屋城に到着。降伏を促す提案をされるも無視して合戦だぁ。勝利して威風で副将のお城をゲットするのだ。さて防衛施設は旧社に櫓と陣城。あと将軍様が軍学陣な模様。施設は悪くないが所詮は平城。普通に殴ってぶっ壊しちまえ。それでは将軍様保護括弧自称の戦い、改正員。史実では島津家との戦いで雄三寺の影武者となり、身代わりとなって討ち死にした逸話のある。炎上寺の守る旧社を鬼島津で襲撃。強撃要員で剣女班もよろしく。織田さんはまっすぐ城門を目指して敵の出方を確認。佐竹柿崎さんとマッチョは、将軍様のお迎えをなしゃーす。剣豪将軍様と筋肉祭り。斎藤高政は知り合いだろうし、稲葉一徹の相手をよろ。伊達さんと元康くんもその辺に布陣して敵に援軍。三好さん鍋ちゃん鈴木重時は、矢倉と城門の被る厄介なところの攻略をせよ。ここは兵が削られそうだから無理はすんなよ。百科ー、皆の者を、こちらは兵力15倍、すべての敵を踏みつぶせ。天下無双の織田様のお通りじゃー。圧倒的兵力に生きりも絶好調。まずは鍋ちゃんが矢倉に到達。城門の射撃範囲はギリ、入るか入らんか微妙な距離だったな。まあどっちでも構わん、気合で落とせー。鉄砲正射ー。鬼島津の鉄砲で炎上寺半かーい。この世界でも島津家は炎上寺の天敵だったな。佐竹柿崎月のジェットストリームアタックを食らった将軍様が、筋肉言語で答える、必殺、久保の立ち位。塚原極伝直弟子渾身の奥義。しかし久保は爆散した。こらこらもっと丁重にお迎えせんか。人選を誤っちゃった、てへ。ちょっと筋肉盛りすぎたな。調子に乗る佐竹、将軍様のご用意した軍楽陣を破壊、楽器を破壊するパンクな音楽性を披露。んじゃ三人は引き続き直進して織田さんと合流よろ。稲葉一徹の守る陣城めっちゃ硬い。防御147、敵ながらあっぱれだぜ。そんな一徹の前に武尊は若武者、防御力なら負けないぜ、三河魂。三河武士の聖地岡崎城の近くまで織田領になったし、張り切っております。ここで吉弘も旧社の破壊に成功。でそのまま一徹もホバーク。これで雄三寺の兵力も半分くらいに減ったぜ。鍋ちゃん手こずってるなぁ。と見てたら織田さんが早くもボスの雄三寺を撃破。このまま城門を破壊して本丸に乗り込むぞ。元康くんも陣城の破壊完了。反対側の城門の攻撃も開始。まあ先に逆の門から突破して本丸落としそうだが。で織田勢の勢い止まらず、剣女班が城門破壊。本丸への総攻めが始まったところで、手こずってた鍋ちゃんも櫓の破壊に成功。櫓に兵5000くらい持ってかれたし、こっち側は無視して攻略してもよかったかもな。平城だから大きく迂回できたし、もうちょい考えてから戦えばよかったよ。だな。そして本丸攻略組は後退して突貫するも、強撃される地形のため難航。
ここに来てた高橋常雲も参戦か。最後の最後まで諦め悪いぜ。でも本丸の耐久は削れてる。ちまちま交代して本丸を攻略するのだ。そして最後は我らのエース柿崎さんが、本丸の耐久を削り切り制圧成功。勝ち時を上げよ、かーあったどうー。結果それなりの損害が出たものの余裕の勝利。高橋常雲はやっぱり強くて壊滅には持ち込めなかったな。しかし大名である雄三寺の本拠を落としたことに偽りなく、織田さんの威信が天下にとどろく。おお、小屋城行ったぜ。雄三寺所属の鳴海城をゲット。旗を高く掲げよ、敵本拠は我らの手中にあり。名古屋城、ゲットだぜ。雄三寺家を滅亡させました。内水風滅亡、お米追加60日ももちろん獲得。さあお楽しみの武将登用タイム。高橋城運をはじめ将軍様や稲葉一徹も無事仲間入り。城攻めで兵糧も回復した。お次は岩村城に進軍だー。北条の奴らも攻めてるぞ。急いで落としてこっちの領土にしたいぜ。石山御坊の兵3万2000を率いる元康くんは、ここで別れて南下を指示。三河武士の聖地、岡崎城は自分の力で取り返せ。将軍様にへし切り長谷部を渡してご機嫌取り。遠征中にて上洛はしばしお待ちを。将軍の三日月宗近をこっそり佐竹にあげたのは内緒。高橋城運にはお笑い芸人の名前のついた、可動具をプレゼント。統率武力95へのつよつよ城運の出来上がり。名古屋城での戦いの翌月にもかかわらず、あっという間に元康くんが安城城の攻略に成功。頑張れ、故郷の岡崎城はもう目の前だ。兵糧はまだ十分ある、岡崎城に進めそして織田家の快進撃を聞きつけ、あの人が士官を求めてきた。そう、お茶係である。何度目だよ、いい加減にしろ。では岩村城に到着したらすでに北条に落とされてたけどめんどくさいから。このまま北条やっちまえとなりつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。稲葉山城前の大規模合戦から連戦を続け東方遠征を続ける宇治原。果たして一度の遠征でどこまで領地を広げるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。今川家本拠稲葉山城を攻略した足でそのまま雄三寺家に乗り込み滅亡させた我らのフェニックス。だが我らの遠征はまだ終わらない。しれっと今川領をかすめ取る北条、成敗じゃあ。敵方で有名なのは、天子家最高に燃えた山中鹿之助や武田四天王尾正影。あとちょい強の信長後期の著者、大田隆一。まあ数質ともに我らが優勢だぜ。それでは今川の城攻めに行ったらすでに北条に取られてたからやっちまえの戦い、開戦。この地形は高台からの射撃が有利、2箇所あるから織田さんは右側をよろ。激戦地になりそうな中央は柿崎さんで、鬼島津斎藤高政は右翼の道を封鎖し、射撃の応援に備えよ。鈴木重時は左の高台を目指せ、佐竹と鍋ちゃんは左翼の通路を封鎖せよ。権力班は中央へ進み、状況を見て柿崎さんか鈴木の援護をうなしゃーす。と思ったけどやっぱ直進で、優柔不断。ちょっと進んだら左翼側は拠点の制圧が難しく、攻撃の危険があったので道の封鎖の専念に変更。左の高台の選挙もちと厳しい状況だな。中央で戦闘が始まり柿崎さんが一番やり、一対二だがなんとか頑張ってくれ。左翼側の拠点を敵方の換気が制圧。この地形左が敵有利、右が味方有利にできてるみたいだな。右翼は織田さんが無事高台を占拠し、封鎖した道の敵を一方的に攻撃する無双状態。必勝パターン入ったぜ。しかし左翼は小熊坂影が赤備えで大暴れ。やべえ戦う前から鍋島の体力が半分以上削られちまった。こりゃいかん、下がって佐竹と合流せよ。中央の柿崎さんも疲労限界間近。権力班を向かわせたからなんとかなるかな？お前の初動の采配ミスがなければ、もうちょいマシな戦況だったかもな。それは言わないで。権力班の強撃が決め手となり、よく知らん仕様種金が撤退。柿崎ピンチ出したぜ。続けて好調な右翼が木下正直を撃破。うおおお、わしが天下無双の織田氏春じゃあ。これには鹿の人もたまらず撤退。我に七難八苦を与えたまえ。撤退時にそれやっても意味ねえぞ。気持ちの問題です。おい。左翼側は佐竹がなんとか換気を撃退。あとは正影を抑えれば OK だぜ。続いて真田家なのに能力微妙、真田信綱も撤退。敵増援が続々出てきたけど貨幣なので問題なし。これはもう楽勝モードだな。
斉藤高政と鬼島津での木口を襲撃せよ。これ落とせば式がちいけるかな。小田さんは念のため佐竹たちの援軍よろ。中央も決着ついたぜ。はっはっは、我ら小田家に敵はなしじゃ。などと思っていたら疲労困憊の佐竹がさらなるピンチに。しかし武田の猛者はこの程度では諦めない。武田の赤備え。なんと、普通の戦法の赤備えがあるのに固有戦法でも赤備え持ってるとは。まさかげの体力全回復。敵の体力は下げれて自分の体力は回復できるとか卑怯くさ。こういうの敵だとマジ厄介だぜ。しかしこの後は斉藤高政が無事の木口破壊に成功。これにて式優勢勝利、勝ち時を上げよ、かーあったどうおー。オブマサカゲにはマジ手こずったけど右翼が解消だったので被害は少なめ。久々にヒヤッとしたぜ。そして関東の覇者である北条家に一撃入れた方が各地に伝播し、威風となって吹き荒れる。これはなかなかの威風中。城二つゲット。岩村城だけのつもりで攻めたけど、おまけがついてラッキーだったな。だが北条勢はまだたくさん部隊を展開している。小田さんは木曽福島城まで移動して待機よろ。あいかしこまった。おい、太田がやられたみたいだぞ。確か亀山城に向かわせていたはず。防衛に来たノップにやられたか。己弱い方のダメ。落ち着け、あの小田は主人公的なやつだ。ゆるさん、うんこまん荒木消しかけてやる。おい、こっそり名古屋城に移動させた。元近くんも終わりがわからぞ。米が足りてなくて全力は出せんが、これで伊勢方面も制圧できるかな。岡崎城の城主武田信虎が我らに降伏を求めております。おお、これは信玄公のお父さん。解城するとは根性ねえな。交渉値は150かー。岡崎城は元康くんに返したかったんだけど、集落維持のためには致し方なしか。すまんな未来の家康、三河武士の聖地返却は5年お預けだ。そんなわけで元康くん前回から引き続き一月で二城落城。開発ほぼ終わってる石山五郎の城主だから、パワーが半端ねえぜ。息子さんを討ち取ってすまんかった。このお線香を差し上げよう。で、それランジャタイ。一等級の高級品。ノップが自分と扇町天皇用に切り取ったって逸話のある一品。近代だと明治天皇が分校したとか。宇治春太っ腹だな。え、これすごいの。勝ち知らんのかい。勢いに乗る元康くんたちはそのままなんか吉田城に進軍せよ。米も残ってるし、まだまだ今川切り取るぜ。越前攻めの部隊も揃ってきた。金ヶ崎城に進軍開始。迅速事故。総大将は我らの軍神朝比奈さん。木曽福島城に到着した織田軍、北条勢集結を察知し林城攻めを決定。北条の今川進行を邪魔するのだ。あやべ、道が渋滞してて鍋ちゃんの療養が無駄になってたので、急遽流しの攻めに変更。多方面進行で部隊の管理がしきれなくなってきたな。脳が追いつかぬ。それでもさらに追加で桜洞城の攻略も開始。奪った尾張美濃の兵も使えるようになってきたな。岡崎城攻略の翌月、元康くん吉田城の攻略完了。戦国三英傑だけあってガチ強いぜ。さて、このままさらに南下したいところだけど、北条勢もうじゃうじゃしてるし、どうしたものか。これは判断に困るな。とりあえずマッチョだけ流しの増援に行かせよっと。そしてその頃四国からこっそり攻めてた新宮城がやっとカンラーク。攻めにくい難所がやっと落ちたぜ。秋田神宮の修繕が完了しました。すべての城の赤の特性レベルプラス1。つよつよ特性で織田家さらにパワーアップ。そして林城に向かった織田さんは北条勢と激突。合戦じゃあ。部隊を分けて進軍したから、割と戦力が拮抗した戦いになりそうだ。敵主要武将は北条ホワイト笠原康勝、明智秀光と片倉北くらいかな。あとはまあ寄せ集めって感じだな。だがこちらも連戦続きで兵が消耗している。油断するな、勝ちに行くぞー。もう何連戦かわからなくなってきた戦い。海星園。おや、この地形初めてな予感。中央に谷があって、両側の高台が勝敗を決めそうな地形だぜ。小田さんたちは右翼側から攻めて、こちら側に近い高台は兵の減ってる柿崎さん。佐竹は高台制圧のお手伝いのち遊撃。千代女ちゃんと鬼島津は左翼をよろ。敵側の高台あるし、中央のコブポイントをどう取るかが難しそうだ。マッチョのアイコンコブポイントには、安藤を向かわせてたけど間に合わず、矢の範囲を確認し当たらないよう迂回して、左翼部隊と合流せよ。宇治春と合流もありだが、背後も気にしないとまずいかもしれんぞ。このマップなかなかに複雑。で、こちら側の高台は無事柿崎さんが制圧。佐竹が手伝う前に陥落。
鉄砲、放てー。せっかくのカットインなのに木に隠れて見えてねー。うおお、わしが鳳凰幻魔剣の使い手、小田氏春じゃあ。一番槍でテンション上がってるからっていちいち炎を出すな、めんどくせえやつだな。左翼側でも先端が開かれ、鬼島津と千代女ちゃんが片倉北を攻撃。敵部隊を打ち破りおぼろるえー。ちゃんと話せ。あー敵が高台から離れた、安藤今のうちにコブポイントを奪取するのだ。道に控えさせてた佐竹も協力してことに当たれ。我が魔剣にて大地にひれ伏せ、神戸を垂れえー。雑魚武将を倒しここぞとばかりに生きております。現在防御106の攻撃123のガチ猛将モード。よし我らはこのまま敵高台を目指すぞー。中央の激戦地は佐竹の横槍により、柿崎さんの射撃範囲に敵を押し込むことに成功。剣女班も制圧完了。安藤もコブポイントの制圧に成功。千代女ちゃんと鬼島津に挟まれた姫なのにやたら強い片倉北も会えなくてったーい。拠点も制圧したし左翼の勝敗も決した。千代女ちゃん、そのまま敵の木口を吸収だー。宇治春、北条五色備え笠原とぶつかり大打撃を食らう。会えたー。小田さんがこっそり大打撃を食らってたけど、他は優勢、別所何が刺激たーい。頑張れ宇治春。よし筋肉アイコンチャージ完了、小田さんを鼓舞するのだー。さあマッスルたちよ、自慢の上腕二頭筋を見せつける時だー。はい、力鼓舞。これで体力全開だ、宇治春、笠原をぶっ倒せー。うおお、市長は何度でも蘇る、我が拳貴様の眉間に突き刺してくれるわ。安藤近末は範囲魔法を唱えた。さすが秋田の英雄、範囲攻撃とな。熊城勝利をやっつけた。唐突に魔法バトルすな。勢いそのまま次々と敵爆散。柿崎、騎馬なしでも十分に強いな。そして最後は千代女ちゃんが軒口破壊して式優勢勝利。初めてのマップだったけど、うまく地形利用できて楽勝だったぜ。我々の勝ちだ、勝ち時をあげよ、かーあったどー。結果圧勝でござった。宇治春が笠原無視すればもっと解消できたのに残念だぜ。その日の夜、信濃の空に解消祝いの黄金ケツ花火が打ち上がり夜空を染めた。うお、これは後半行きた。領土は広いけど城二つ。異風中だし上出来だぜ。広くなった領地を守るのは難しい。故に逆に北条に攻め込み勢力を削るぞー。待機してた松平元康、北条征伐に進軍だ。では小田さんたちも北条にきつい一撃を入れんと高東城を目指し進軍しながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。今回の動画、ゲーム内で2ヶ月しか経ってない、一体一度の遠征でどこまで領土を拡大するのか?気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。我らが弱らせた今川家の領土をかすめ取った北条から城を奪い破竹の勢いで領土を拡張した我らのフェニックス。まだまだ我らの遠征は終わらない。兵糧の続く限り城攻めを続けるのだー。早速祖豪さんたちが亀山城の攻略に成功。ノップに邪魔されてこずったがガチ戦力投入であっさり陥落。元康くん率いる南下勢は、引間城で今川北条とぶつかり三つどもえに突入。お、千代女ちゃんが高東城制圧したってよ。小田さんたち本体も順調順調。さらに鈴木茂時鍋ちゃんたちが長篠城の制圧に成功。そういやこっちも同時進行してたな。では小田さんたちも南下して、松尾城の攻略をなしあす。あいかしこまった。この勢いなら元康たちとも合流できそうだぜ。引間城、ダッチの差で北条に取られちまったぞ。百科ー、誰の城だろうと構わない。このまま攻めて奪い取れー。我らの軍神朝比奈さんもしっかり金ヶ崎城の攻略に成功。金速金速。切腹のパイオニア清水さんも桜ぼら城を陥落。織田家の快進撃が止まらない。さらに耐久ミリしか残ってなかった。引間城を元康くんがワンパンで陥落。一月で6城ゲット。向かうところ敵なしだ。さて元康くんはそのまま掛川城に進軍よろ。伊達の兵糧があと21日、そろそろ厳しくなってきたぜ。鍋ちゃんもあと10日しかないし、待機して防衛くらいにしか使えないかな?まだ敵がうろうろしてるし扱いが難しいな。兵糧がそこそこ残ってる朝比奈さんは織田二条へ進軍。そこは今川の飛び地になってて敵援軍は来ないから楽勝だぜ。そして松尾城へ進軍してた織田さんは北条勢と会いたい、合戦じゃあ。甲状腺2連戦に合戦も5戦くらい連戦してるからさすがに兵が減ってきてるぜ。
敵は真田幸高北条氏政河野森出雲と名称揃いだけど3部隊のみ、まあ消化試合よ。こっちが圧倒的有利だぜ。鉄砲、放てえ。島津義弘と宇治春の戦車が炸裂。ほぼ何もできず北条氏政解明越。鉄砲構えて対岸にいるのに、川渡ってくるとかこいつバカなのか？宇治政のボンミスで軒口までノーガード。真田も千代女ちゃんに背後に回られて逃げ場を失う。上からは剣魚藩の矢の雨、終わったな。河野森が軒口防衛に戻ろうとしてるけど手遅れ。剣魚藩の矢を食らっただけの悲しい存在。はい、軒口破壊完了っと。これにて式優勢勝利。小屋宇治政が戦べたすぎて草も生えん。んなわけで二部隊消滅させたけど損耗少なく済みました。はっはっは、強行して松尾城塞陥落じゃ。このまま南下して二股城落として、南の領土と繋げようぜ。おっと米切れ寸前伊達さん、二股城攻めてたけど敵兵が倍いて苦戦の模様。あ、二股の前に元康が掛川城落とした。さすが未来の家康公、仕事が早い。とりあえず三好さんを二股城攻めの応援に派遣。残り兵糧27日、軍制圧くらいしかできなそうだな。マッチョも北側から攻撃させてるけど、ちょっと米が厳しい予感。小田さんたちもなんかの予定だったが北条勢が上原城奪還に来てる。家臣を見捨てるわけにはいかぬ。進路変更、上原城防衛に行くぞー。そして翌月上原城にて北条勢と会いたい。白兵戦にて蹴りをつける、合戦だー。敵はノップのおばとのラブロマンスで有名な秋山に、ボンバー松永の弟の長より、鳥居のおじいちゃんに真田の仏な、下妻来将に鎌田正俊、剣術大好き大名北畠智則に料理卑怯の真田正幸、それに立ち向かう上原城城代。弱いんだから城代に合戦させんなよ。こたびの戦い敵の方が兵力は上じゃ、城代殿の奮戦期待しておるぞ。おい。それでは連戦続きできつくなってきた戦い、開戦。鬼島津はそのまま直進し、道の交差しているところにとどまり封鎖せよ。鳥居のじいさんは火兵だからそのまま踏みつぶしちまえ。柿崎さんと城代は高台の戦況をなし合す。佐竹は直進したいき、敵に遊撃せよ。安藤千代女ちゃん剣女藩は、とりあえず目の前の拠点の制圧よろ。小田さんは小部拠点の隣で待機、左翼の道を封鎖し隙見て小部拠点を脱しせよ。連戦続きで疲弊しているがここが頑張りどころだ。油断せず突き進めー。うおうおう、我こそが上原城城代だー。大井外野城代活躍しとる。手強い相手真田正幸が速攻でコブポイントを陥落させこちらに来たぞ。お、安藤が牙突撃で迎え撃ってる。一応微調整し強撃、真田を自由にさせるな、ここで潰せー。敵が強撃を狙ってきております。問題ない、横に佐竹を控えさせてる、佐竹を応戦任せたぞ。ハゲ、撤退セリー。お前も頭プルプルじゃねえか。これはオシャレハゲじゃ。はい、次はコブ拠点ダッシュ、いったいった。左翼は鳥居のおじいちゃんこず長寄りが来たか、柿崎さん援軍よろしく。そして佐竹が真田の仏名を鉄砲で反壊させる中、上原城城代も弓矢で活躍。城代意外と役に立ってる。はい、真田の仏名今回も役に立たず終了。活躍城代以下で草。おお、コブの要所取ったぞ。うるせえ太鼓を叩くな。コブはアイコンがチャージされてからしなさい。包囲成功、畳み込めー。兵力1万差あるラブロマンス秋山を抑えてる佐竹がちょいきつそうだぜ。鳥居が軒口を狙っております。部隊を割いて防衛に備えましょう。高台に控えてる城代任せた。織田家の包囲殲滅、料理卑怯の真田正幸爆散。残る蒲田もこのまま潰せー。右翼の方も柿崎さんが松永長寄を撃退。さあ前ががら空きだ、鬼島津よ、軒口を吸収せよー。兵力差もひっくり返った、勝ち格だぜ。安藤近末は魔法を唱えた。鎌田正俊をやっつけた。安藤なかなか強いな。夫無傷の北畠智則が軒口狙ってる、千代女ちゃん防衛をなし合わす。小田さんたちは佐竹の援軍。佐竹も体力減って疲れてきてるぜ。はやー、佐竹、今助けるぞー。今だ佐竹よ、右に少し下がり、道を開け秋山を誘い込めー。行けー、三方向から強撃だー。これが織田家の結束の強さじゃー。行くぜ三方向強撃、失敗。とりあえず剣魚藩の混乱は入った、とにかくやっちまえー。あっという間に秋山の体力が半分。道ずれてるっぽいけど剣魚藩の攻撃も当たってるっぽいし、三方向強撃成功かな。そして混乱から復帰するも、織田家の猛攻に秋山部隊崩壊。軒口を防衛している城代がピンチです。わしに任せろ、城代頑張れー。
太鼓を叩いて上代を鼓舞。いや上代鼓舞の範囲外だし。もっと強く太鼓叩けばよかった。そういう話じゃねえよ。どやあ、我城を預かるものなあり。おお上代見事、鳥居のおじいちゃん撃退。グッジョブ上代。そして頼れる上代、追いかけ鳥居のおじいちゃん撃破。できることなら侍大将として召し抱えてやりたい軍功だぜ。守りのいなかった敵の木口は鬼島津により会えなく解体。これにて我らの指揮優勢勝ち、勝ち時を上げよ、かーあったどうおー。戦力的にはもうちょい手こずるかと思ったけど楽勝でござった。でももう残り兵力は2万5000程度だな。そして尻防衛じゃない、城防衛に成功した小田さんの意向が、威風となって吹き荒れる。だが防衛戦だったので軍が寝返っただけだった。ちえ。ていうか調子こいて城主の設定とかおろそかになってるし、ここらで一旦体制立て直そっかな。まあ停戦交渉次第だな。こたびの戦を打ち切りたいとな。見返りなくば家臣に示しがつかぬ。つつじが先や方の領地を返還してもらおう。さっき威風で寝返ったところか、いらんから返すぞ。返すだけで交渉値がマックス。無駄に長い停戦30ヶ月が締結された。それでは全軍帰城、軍を再編し次の準備を整えるぞ。そして落城間近だった、今川家の小谷城攻めも中断を決定。いやそこは落としてもいいんじゃね？ここ落とすと小田城に帰る前に天下統一エンドになりそう。全国制覇なら続けられるけど面倒いから小谷城は最後に取っときましゅ。おい。まあ小谷城以外の今川領は切り取り OK、停戦中に今川を平らげるぞー。と思ったらあの津城城主北条綱重、大河内城城主毛利元成、そして鳥羽城は織田信長、守る城主がガチすぎて草。こりゃこっちもガチで再編しますか。じゃあ一挙やっちゃりますか、一括解任ってやつを。こうして安堵された治療以外が全て解除される禁断のボタンが謳歌された。納得できぬ。はいはい頑張って全部設定するのでしばしお待ちを。治療割り当て直すの超めんどい。お前が選んだ道だ、最後までやり通せ。この治療際割り当ては、リアルタイムで2時間を所要した。78条、全部割り当て終わりましたー。よし、次は全ての城の浄化方針の設定だ。あばばばばばば。なあ2、3、400回くらいクリックするだけだ、気合で頑張れ。一括解任ボタン、押さなきゃよかった。後の祭りー。甘かす影持ちを引き抜こうとしましたが応じませぬ、親方様のお力添えをいただけますか？おお、これは上杉四天王の一角、柿崎に並ぶ名称か。ステータスは程よく高くていい感じ。ふむふむそんなすごいやつなのか、では筒井城と野源藤四郎を授けよう。要望が名所のある城なのがちょっと厄介だったけど、甘かす、ゲットだぜ。そして舞踊も少してこいれ、斎藤高政を外して波岡明憲を抜擢。これで鎮守将軍の旗の政策が解放、早速発令。行軍速度 25% アップ、これで遠征が少し楽になるぜ。早く移動できれば兵糧の減りも少なくなるしこれはすごく強そう。だな。そして再編が終わって現状はこんな感じー。城の数も北条を超えて、うちらの一強状態だぜ。あ、しれっと今川氏が北条の城落城させてる。でも北条にやられるのは時間の問題だろうな。今川の領地は我らが切り取る、皆の者を、戦の準備を始めろおー。吉本に引導を渡す日も近そうだぜ。では北条と停戦し今川攻めの総仕上げの準備を始めたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。中の人が喜びます。一度の東方遠征で領地を大幅に拡大しついには今川を滅ぼさんとする宇治春。今川を打ち破り北条との戦に突入するのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。東方遠征にて20城ほどの城を手に入れたものの攻勢限界を感じ北条と停戦した我らのフェニックス。北条との停戦期間は30ヶ月、停戦が明けるまでに今川家の領土をすべて我らのものにするぞー。そして出陣準備中に季節は移ろい元服の季節、人気のない将軍が仲間入り、貧乏久保、弱いから出番ここだけになりそう。めでたいめでたい、うちの茜も今年成人式じゃ。ステータス弱、お前子育てまた失敗してるぞ。失敬な、可愛ければどんな子でも大成功じゃ。すまんすまん。鎮守将軍の旗の政策が発令。続けて星2にアップグレード。これで行軍速度 50% アップだぜ。今川の患者により焼き打ちを受け、稲葉山城の兵糧と兵力に被害が。
出陣前なのに畜生。ああ、観音寺城も燃えてるぞ。エースの柿崎さんと祖豪を狙うとは。不審な動きを察知しましたが、患者は退散しことなき終えました。3連続はギリ回避。てか跳躍スパンが短すぎ。さて戦の準備が整ったので出陣。剣女班は沢山城で兵糧補給のルートでよろ。補給拠点のおかげで地味に遠い城のやつも、安心して一前攻めできるな。沢山痛みで補給したりしながら、兵を集結させ織田さんも越前方面に進軍開始。そして一条谷城まで到着し、敵と相対。敵は浮田直江か、そこそこ強いやつだぞ。こちらが強すぎて秒で消えました。あわれ？小屋六に合戦もできないなということで、郡上八幡城に移動しといた鍋ちゃんも帰り雲城に出陣。数の暴力で蹴散らしちまえ。兵糧の減ってる柿崎さんは、補給拠点の大垣城で補給させてご詰めにしましょ。補給拠点のおかげで、条約の影響もほぼなしになったな。そして2ヶ月ほど籠城されたものの、しれっと伊勢から移動してた毛利も隣を撃破。一条谷城、ゲットだぜ。ではここで舞台を分け、千代女ちゃんは大野城の攻略をよろ。織田さんたちは大正寺城に進軍をなしゃーす。朝倉山城も三好長慶が攻めてるから、陥落は時間の問題だぜ。ご詰めの舞台も金ヶ崎城に到着、織田さんの援護に進めー。この戦力なら一気に能登まで平定できるかもな。美濃方面から攻めてた鍋ちゃんが帰り雲城を陥落。帰り雲城を手中にしたことで維新が線を越え、特別報酬5万を獲得しました。最弱だった維新も立派になったぜ。では鍋ちゃんはこのまま増山城の攻略に進めー。しれっと北条に富山城取られてる。北条にこれ以上進軍されないよう増山城は欲しいぜ。三好長慶が後の斎藤道三こと斎藤利政を打ち破り、朝倉山城を落城。城主が道三でも余裕の攻略、さすが日本の副王だな。そして朝倉山城攻めの部隊も、大正寺城強行に合流。城主明智光秀が降伏するとのこと。おお、これはビッグネームの降伏きたー。よう知らん奴だがすごい奴なのか、じゃ適当に名刀をやろう。これにて大正寺城も解除。今月だけで4城ゲット、なかなかいいペースだぜ。では本体は金沢ごぼうを目指し、舞台を分けて鳥越城攻めも同時進行だー。ヒーハー、今川を喰らい尽くせー。寝返り士官を求める者がやってまいりました。最強クラスの寝返りきたー。御年70歳だがこれはかなり嬉しいぜ。おまけで本田正信も仲間入り。内政諸作で奪った城強化するのに便利おじさんゲット。で、所領&契約のため使いにくい松永さんを、あの都城攻略のため出陣。城主は直八幡北条綱なり、心してかかれよ。本体と別れ大野城を攻略してた剣女班が無事陥落。大徳川四天王酒井忠次と、通称孫一鈴木重秀捕らえたぞ。宴会芸エビスクイダンサー酒井さんが仲間入り、孫一はダメか、と思ったら交渉来たー。毛利も隣明智光秀と続き、すげえ名称ラッシュだぜ。菊間城を鉄砲運用で準備してたので、この地を孫一に任せましょ。後の関東征伐に向けて一石になりそうだな。で、柿崎さん鍋ちゃんが増山城を陥落。北条家に取られる前に無事ゲット。勢いそのまま金沢ごぼうへ進軍だー。本体と合流して吉本の居城を攻め落とせー。そして本体と別れ鳥越城を攻めてた佐竹が、あっさり鳥越城を攻略。お、中にいた毛利元清を捕らえた。東洋成功、毛利三地の四男が仲間入り、またまた名称ゲットだぜ。勢いづいた織田軍、金沢ごぼうの包囲完了、攻城戦だー。織田軍17万、今川8千、その兵力差およそ20倍。優勢は明らか、降伏を進めますか？威風したいんでこのまま攻めます。まさに下道、容赦なし。敵はすごい顔の久野辺正真に武田四天王内藤正豊。ため元ただに越後の正気斎藤友信、名前かっこいい鬼には下月祭。猛将揃いだが所詮は貨幣、要所も尋常のみ、ケチらせー。では大軍でひねりつぶす戦い、改善。もう困難策を浪するまでもない、ダーッとやってガーッと攻めろー。作戦が超絶雑だな。まあ無駄に兵を減らす意味はないから、適当に強撃くらいはしとくよ。柿崎さんたちの方もぐわっと突っ込んで、ダダダーって感じで敵の殲滅しといて、こっちも仕事できなそうな上司が言いそうな指示だし、成果が出たら私の手柄、失敗したら担当者の責任だー。おい、全軍進めー、今川宇治に引導を渡すぞー。そして城門前に迫ると大将の今川義元自らが立ちはだかる。さすが名門ので、誇り高き侍の振る舞い。さあ声援打ち坊主なんで、
武士の意地を見せようと立ちはだかる強者たちを、問答無用で銃の的とか下道が過ぎる。権力犯そのままやっちまってください。鉄砲だけで反壊してるのにうちの坊主マジ容赦ねえ。三好長慶は挑撃をした。三好長慶は挑撃をした。大事なことなので2回言いました。この無慈悲な攻撃に大将吉本爆さーん。百科ー、このまま本丸に乗り込めー。乱取りじゃー。あまりの惨状にくのせまさざねもこの表情。さあ縄文がガラ空きだ、ぶっ壊せー。であっという間に縄文破壊。東側の部隊も順調に攻略中。そして元近くんが尋常の破壊完了。まあ本丸乗り込んでるし、東側合流する前に勝負つきそうだぜ。結果奮戦虚しく鬼には左月祭が撃沈し、史実では柿崎さんと並び謙信公の関東管領就任式で立ち持ちもしてた、斎藤智信も改名ええつ。百法王、本丸が無人になったぞ、今川氏の財宝をかっさらええー。こうして金沢ごぼうは織田家に蹂躙され落城した。ここは金剛寺の拠点、平和になったら百姓の持ちたる国にするのも良いかもしれんな。では勝ち時をあげよ、かーあったどー。てか損害兵力2万5000も出てるじゃねえか。現場のやつがしっかり判断せんのがいかんのだ。言い訳すな。しぇ。こうして若干のやらかしもあったものの、織田家の家紋が空高く舞い、威風を吹かせる。お、これは残ってた七尾城行ったな。これにて北方面の今川勢壊滅であります。敵本拠金沢ごぼうを制圧せり、我ら織田家の大勝利だ。本拠だから武将もいっぱい捕まえられそうだぜ。それではお楽しみの武将東洋タイム。服部半蔵里見義隆、久野瀬あたりが当たり枠かな。久野瀬はダメだったけど里見さんと半蔵、計20人の東洋に成功。またもや名将ゲット、織田家戦力のインフレが偉いことになってきた。ではこっち側の今川征伐は終了、騎乗開始せよ。これで今川領は取っておいてる織田二城以外は残すところあと3つ。大貧乏久保の敵領圧で、岡和地城の6000の兵が消滅したぞ。まあこれ高難易度で使っても、攻めるまでに兵回復しちゃうけどね。そういや超級の世界だったな。敵はノップや馬場が集結してる、元康くん援軍をよろ。こっそり岡崎城近くの鳴海城をもらった元康、出陣員。名古屋城には勝頼を入れておいたのでこちらも参戦。強すぎる大将武田勝頼、初陣だぜ。そして岡崎城から勝頼のおじいちゃんの武田信虎も、鳥羽城を目指して進軍開始。これで今川も終わりだぜ。さてもう今川征伐終わりそうだけど、北条との停戦はどのくらい残ってるかな？まだ17ヶ月も残ってる、1年くらい暇になりそうだ。織田さんも二条御所に戻ってきたので、伊勢平定出陣よろ。いやわしが出向かんでも勝てるじゃろこれ。いや大官たちの研修も兼ねてますので。うわ大官が豪華すぎて、宇治春の捨てが偉いことになってる。戦力が急速にインフレしております。しかし織田さん道が詰まって参戦できず。やっぱりわしいなくても平気じゃないか。どんまい。まあ岡和地城は今川の新たな本拠になってるから、多分活躍の場はあるよ。さっきの敵領圧で兵減ってるから、半分くらいしか兵力ないけどな。当月信虎が鳥羽城の制圧に成功。そして本城でもないのに大量の武将を捕獲。強強武将がいっぱい。結果斎藤道三吉川春元毛利高元などが仲間入り、織田家の戦力インフレが止まらない。今川家を見限り出奔した者がいるようでござる。そして元康くんが野良の第六天魔王を拾ってきた。織田家のインフレが止まらねえってレベルじゃねえぞ。さらにおまけでうさみみおじいちゃん。うさみみじゃねえうさみだ。おまけでこけしカット。こいつ混乱持ってるから地味に強いんだよな。貴殿に仕えるか。これも一興。なんだお前、新人のくせに生意気だな。いやいやその人強い方の織田だから丁重に扱いなさい。その後岡和地城を取り囲み攻城声援。兵力はこちらが10倍、軽くひねってやるわい。今回は2箇所から一直線に本丸を目指すことしかできん。だが時間経過で強くなる要所はない。やることは簡単だ。山を駆け上り本丸を落とせー。それでは今川征伐の総仕上げ、開戦。ほぼほぼ一本道のルートを駆け上り、柿崎さんと元近くんの強撃により滝川一益即撃退。要所も何かされる前に破壊成功。安藤地下水は魔法を唱えた。159のダメージを与えた。本城重長をやっつけた。秋田の英雄は今回も大活躍。石落とし櫓がチャージ完了されちゃったので、体力減ってた元近くんを生贄に。体力減少食らってもこれならほとんど意味はなし。織田さんも鉄砲聖者の大奮闘。そこに安藤の強撃も加わり、悪人顔の浮田直江爆さーん。
はっはっは、敵をかっこ撃破だあ。幼少期を今川家の人質として過ごした元康くんも、三河魂をほとばさせて気合いマークス。そして元康くんと勝頼に挟まれるという、数奇な運命となった馬場が爆散。史実じゃ絶対ありえん組み合わせだな。さあ残すは今川義元のみ、本丸に乗り込めえ。お、柿崎が縄文撃破。しかし名門今川家、ただで負けるような真似はしない。街道一伸び中年。素敵な流し目。だが我らのエース柿崎さんが攻め立てる。この崖っぷちで騎馬突撃である。柿崎さんクラスになると山城だろうと走破できらー。で最後はしれっとキラが本丸落としてゲームセット。これにて今川征伐完了、勝ち時を上げよ、かーあったどうー。城攻めだったけど大した被害もなく勝利。織田家の武将が凶悪すぎる。では甲状腺勝利の威風を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。中の人が喜びます。一気に有能な武将をたくさん雇用し、戦力がインフレしまくった宇治春。停戦明け速攻で北条征伐で織田城に騎乗できるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。 越前加害生と怒涛のごとく新聞紙今川家を壊滅に追い込んだ我らのフェニックス。毛利元就や織田信長も家臣に加わり戦力がインフレ化、最強と化した織田軍。さあ者ども織田城へ帰るぞー。今川本拠だった岡和城を制圧し、丹羽長秀筆頭に25名の武将をゲット。丹羽長秀、組頭から人生再出発。浪人3名寝返り士官です。大鈴木貞雄、すでに仲間になってる孫一のお父さん。続けて有能な本庄重長、上杉家の重鎮だけど内乱起こした際には1年くらい謙信公や柿崎さんと争い続けたもさ。北条との停戦期間が1年ほど残ってて暇なので恩賞授与。金足事項、朝比奈さんは今日も元気。制作も強化、小荷台配備を星4に。遠征がはかどるぜ。さらに高家の誉れもマークス。月額7500円プランで能力15くらいアップ。前に伊達政宗のおじいちゃんと紹介したけど実はひいじいさんだった伊達種宗が引き抜きで仲間入り。御年80だがなかなかパワフルなじいさんだぜ。お次は朝廷工作しようと思ったけどあれ？できない？ふっふっふ、わしすでに11位、左大臣であるぞ。右に出るものなしの由来の左大臣、現代だと総理大臣クラスかな？戦国最弱が大出世だ。増改新も900あるから、高家の誉れの能力アップがいい感じに上昇。最初は維新後だったのが懐かしいぜ。舞踊もちょい見直しで雨御殿を廃止、して鬼島津を抜擢して薩摩軍法を発令。チェスト王。これで臨戦時の攻防がアップだぜ。北条家との停戦期限切れでござる。我戦国最強となり、ふるさとに錦を飾らーん。時は来たれり、皆の者、織田城に帰るぞー。最後の大遠征の開始だ。ただいまの勢力情報はこんな感じ。織田家90万の北条60万ってとこか。あと1年あれば兵力100万いけたかな。まあこの兵力さなら楽勝だぜ。念のために敵武将もチェック。うお、一番上謙信公かよ。島左近や黒田官兵衛に最上義満なんかの有能武将も盛りだくさん。北条もなんだかんだで武将350人くらい、強いやつたくさんいるな。いかな強敵がいようと構わん、わしは織田城に帰るんじゃあ。今回の遠征目標は織田城、一気に関東を踏破だ。引くことは許さんぞー。二条御所から織田城まで一回の遠征で行く気かよ。できらー。兵力65万で編成完了。北条の総戦力も同じくらいだし、いい勝負ができそうだぜ。ちなみに北条の本拠は織田城隣の結城城。織田城帰還ついでに落として北条を壊滅させるぞ。では軍備の準備が整うまでに時間があったので、国衆使って孤立してる二股城攻めを開始。最終決戦でも国衆告示。北条の患者により焼き打ちを受け療養と兵に被害が。ああ、国衆で削ってから攻めるつもりだったのに、条約前に出陣すべきだったな。でも軍団長畠山のフォローで米回復。さすがのと畠山氏の第九代当主、できる御仁だぜ。そんなわけで米回復したので孫一を二股城攻略に出陣。ここは敵援軍来れないから消化試合みたいなもんだ。結果半月ほどで二股城陥落。大遠征の前哨戦勝利幸先いいぜ。では孫一は一旦騎乗して再度軍備を整えよ。西の本体も軍備が整って、各自進軍開始してるな。
沢山大垣を補給拠点にしてるので、ここで補給して関東へ進むぞー。進軍路は中山道を通り小諸城を目指せ。ここで北条家と決戦だ。そして2ヶ月後両軍が相対、微調整して大合戦に持ち込むぞー。うわ、北条勢もめっちゃ集まっとる。道が細くて調整がむずい。一大事でござる、名優大友家の本拠が陥落したとのこと。なんと、九州の覇者になってた大内家に大友家がやられちまったか。うわ、めっちゃ領土削られてる。こりゃ大友が大内に食われるのも時間の問題だ。じゃ大内家と同盟結ぼっと。大友が大内に変わるだけ、文字が一文字変わるだけだし問題あるめー。名優をバッサリ切り捨てる、まさに下道。我らに西方面にかかずらう暇なし、目指すは織田城のみ、北条を蹴散らせー。よし、両軍16部隊も揃った、大合戦の異風境で東への道を切り開くぞー。敵は小豆坂七本槍、下方貞清に武田の五名神忠三八郎、雷霊に結城四天王水谷、信玄公の弟の信繁に雄三寺四天王の木下、ハゲの雷将と天道頼貞、敵総大将信長後期の織田隆一に真田の信忠、北条氏国とかっこいい兜水原貴教、豊臣政権後大老小早川高影の隣に毛利宿敵末高房、その名前で負けると恥ずかしい熊代勝俊、そして最後は軍神謙信公だー。長台詞お疲れ様でした。16部隊もいると武将紹介だけで疲れるよ。それでは宇治春織田城機関への第一歩の戦い開戦。右翼はノップとボンバー松永コンビ、鬼島津も追従して遊撃よろ。剣女藩とキラは直進し目の前の要所を制圧せよ。アマカスと伊達種宗は激戦となる中央のコブ要所を右から攻め立てろ。千代女ちゃんとうんこマン荒木は左から攻めあわよくば敵を強撃。安藤は目の前の要所取りたいけど位置的に無理っぽいから道の封鎖に専念。石山ごぼうの城主になり最大兵力となった三好さんは直進してコブ要所の制圧よろ。切腹のパイオニア清水さんは三好さんが背後取られないように道を封鎖せよ。朝比奈さんと上杉友貞は左翼をおなしゃーす。で攻撃142と化け物化してる織田さんも左翼で遊撃よろ。左翼は謙信公がいるから気をつけろよ。あい、かしこまった。では全軍進めー。この戦いに勝利し関東への道を切り開くのだー。まずはタッチの差で千代女ちゃんが中央のコブポイントの制圧に成功。ここは十字路になってるから攻めるのも守るのも難しい要所で、敵に謙信公がいようとお構いなし。上杉四天王は甘かす影持ちが一番やり。お、三好もコブ要所制圧成功したぞ。中央の十字路になってる要所は互いに強撃となる大激戦。こりゃ体力管理が肝になるな。小早川末田かふさのイケメン二人が迫る左翼は、上杉友貞と三好さんで強撃成功。しかし右翼のノップとボンバー松永は、タッチの差で拠点制圧間に合わず。あー、敵に拠点取られちまったぜ。体勢を整えるぞ。左右に分かれて気が追撃してきたら強撃に持ち込むのだー。なんちゃって釣りのブセだ。おっと、中央が疲れ始めてる。後続部隊と入れ替わり体力を回復せよ。敵方も入れ替えして体力回復してやがる。こりゃ泥仕合になりそうだ。ボンバー松永が雷霊を抑えてる。未だノップ援護し強撃を食らわせろー。お、隣の鬼島津剣女藩キラの鬼強部隊が木下正奈を撃退したぞ。そのまま奥にいる多田三八郎を蹴散らせー。奥に下方貞清が控えてるが軒口までの道も開けるか。よーし、やたらとイケメン末高房撃破。順調順調。三好さんはコブ要所を奪おうとしてる謙信公をよろ。織田さんはそのまま直進し小早川のとどめをなしゃーす。休憩終わった千代女ちゃんは中央に戻さず強撃で安藤の援護。そしてこの世界では弱い方の織田にされてしまった。第六天魔王が真の力を発揮する。神聖これには思わず小早川も撤退。いや、そいつは仕方をしたんじゃが。こまけえことはいいんだよ。はいはい、そんなことより中央が激戦だから鼓舞するよー。上腕二頭筋に力を込めろー。力こぶ。元気満タン攻撃上昇。安藤千佳末は魔法を唱えた。水原千佳則は1578のダメージを受けた。爆散打ち死に。小早川を排除し軒口までの道は開けた。織田さん、一気に軒口落としちゃってください。わし自ら軒口を落とし、地球優勢勝利とせん。そしてこぶにより優勢となった中央では、敵大将太田隆一の撃破に成功。鬼島津たちも多田三八郎を撃破。こりゃ右翼も勝負ありだぜ。勢いに乗る織田軍の猛攻は止まらない。ボンバー必殺のチャガマアターアック。いや、これ名物見せてドヤ顔してるだけです。そうなん。金属事項。
朝比奈さん姿見ないと思ったらずっと左翼一人で封鎖してたのな。やばい、すっかり忘れてた。体力もうゼロじゃん。急いでコブしてあげましょ。はい、力コブって邪魔すんなハゲー。ごめん朝比奈さん、今コブを。安藤千香末は幼少制圧した。こら邪魔しないで。朝比奈さん考えー。はい、力コブ。よし、これで体力も大幅回復だ。さあラストスパート行くよー。激戦の中央で天道何がしを撃破。しかし北条を圧倒していた織田軍にアノン垂れ込める。軍神だー。いかに軍神といえ3万超えの三好さんならってあらー。一撃で被害1万ってガトリング砲でも使ってんのかよ。しかも混乱しちゃってるし、軍神さんマジ軍神強すぎだろ。しかし軍神を食らおうとも織田軍の勢いは止まらず、真田信忠を撃破。朝比奈さんも勝利に勝利。勝利今日から敗北に名を改めよ。ノックボンバー松永コンビも水谷を撃破。そして最後は剣女班が拠点を落として式優勢勝利。わしあとちょっとで軒口落とせたのに。大合戦は部隊数が多いから、敵を撃退するとすぐ式優勢になりやすいのかも。まあ次の戦で頑張れよ。結果被害5万のそこそこの規模の合戦となりました。1万は軍神被害だけどな。軍神マジ強。こうして軍神を下し大合戦に勝利した明星が、威風となって伝播する。威風強王。おお、これはかなりの広範囲。これにはこっそり1条だけ見逃してもらってる今川義元もびっくり。お城4条ゲットでございます。さて次は北条の集まりも悪そうだし、越前から富山城攻めも開始。で大規模合戦の結果兵力の推移はこんな感じ。北条の兵力が半減して残り20万になったぜ。なお我ら織田家の最大兵力は100万超え。もう負ける要素ねえぜ。おお、関東平野に乗り込むぞ。皆の者を推し城に進軍じゃあ。織田城にだいぶ近づいて宇治春も気合入ってるぜ。そして推し城目前で北条勢と会いたい。道が細く部隊が合流できておらんが構わん。こちらの方が兵力は上、このまま合戦じゃあ。ここで威風吹かせれば織田城期間も一気に縮まるぞ。では大規模合戦に勝利し関東平野に乗り込んだところで今回はここまで。次回はいよいよ最終回。よろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。戦国最弱から最強へと成長した宇治春、果たして彼はどんな天下統一を成し遂げるのか、気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。信長の野望、新生 PK。 大規模合戦にて謙信公を打ち破り関東平野までの道を切り開いた我らのフェニックス。立ちはだかる者をすべて蹴散らし、織田城を奪還し織田宇治春復活を宣言するぞー。推し城目前に現れた北条氏政率いる部隊は9部隊、しかし半数はモブの国衆。武将は知名度低すぎ毛まないに、誰だよお前佐伯これのり。河野水軍謀反失敗の忽那という微妙武将編成、こんなもんサクッとぶっ転がせー。で楽勝と余裕こいてたら、十字路で強撃を食らう。おい、交代し体制を立て直せー。若干やらかしそうになりつつもキラが牙突撃で一撃国襲撃退。まあ国襲程度ワンパンだぜ。勢いそのままもう一部隊も撃破。はい、正面ガラ空き、キラさんそのまま軒口取っちゃいなさい。楽勝モードだ。右翼を攻めてた織田さんも、兵力800しかなかった毛まないをあっさり撃破。北条氏政、戦下手にも程があるだろ。道を阻む者はうぞうむぞうの国衆のみ、このまま軒口まで突き進めー。もうこれだけで勝てそうだ。結果何の邪魔もされずキラが軒口破壊。で相手が混乱してる間に織田さんも軒口破壊成功。北条氏政こいつほんと戦下手だな。まあ部隊数多くても兵の質も量も圧倒しちゃってるし致し方なし。もうちょい見どころある戦いしてくれよ。しかし見どころない戦いでも合戦は合戦、関東平野に織田宇治春復帰の威風が吹き荒れる。おお結構いったー。お城4城ゲット。これはもう今回の遠征で織田城まで行けそうだ。織田城に帰る前に北条の本拠となっている結城城を落とすぞ。本拠甲状腺狙うなら先に古賀御所を落として結城城までの道を確保しましょ。北条本拠地に大手をかけるぜ。古賀御所防衛に数部隊北条勢が来たものの、威風中には届かなかったので普通に処理。でそのまま織田さんたち本隊が古賀御所制圧。このまま結城城で攻城戦したいところだけど、北条側の準備期間があと43日かかる模様。周囲の城にて待機、敵攻城戦準備を待ってから進軍するぞ。攻城戦の準備待つなめく入りまーす。攻城戦可能まであと5日、全軍進めー。北条に引導を渡してやれ。
と思ったら北条の兵が集結してしまい大規模合戦になってもうた。敵に時間やりすぎだっつーの。まあ構わん、合戦じゃあ。敵は七難八苦の鹿の人にコウノモリズも、そこそこ強い北条氏照によく見る名字の天野さん。北条氏国に杉浦元人、すごいもみあげ島津実心祭に相良春より、室町幕府重鎮細川春元に千坂影近、広中高兼と謎出本の石川一正、石川貴信と水攻めで有名な黒田官兵衛、真田の信忠、そして最後は立花同説ことべっき秋津らだ。長ゼリフオツ。それでは甲状腺しようとしたら先に敵に集結されてしまい野戦になっちまったの戦い、改正園物どもかかれー。多少の猛者がいようとこちらの兵力は3倍近い、一気化成20輪だ。この前と同じ大規模マップ、また中央が激戦になりそうだ。まず最初は先制攻撃で秋田の英雄安藤が鉄砲制射。そのまま突っ込み一番槍。鉄砲から槍に持ち替え突っ込めー。おっと危ない。コブ要衝とそうと進んでたら石川一正が裏に回りそうになってた。軒口取られちゃうから甘春は進路変更、迎撃せよ。部隊数こっちが2部隊少ないから気をつけろ。激戦地の中央のコブ要衝武田信虎が制圧。ここ十字路で強撃になっちまうけど、コブは取られたくないし扱いにほんと困るぜ。敵が来る前に道を封鎖だー。無理だったー。ダメじゃねえか。しゃあない今回もいい感じに交代しつつ、強撃バトルでなんとかしましょ。互いに強撃になる泥仕合。あ、左翼のコブ要衝ノップが制圧。同説がしのげれば左翼は安泰かな。右翼の方は祖豪さんと佐竹が攻めてたけど強撃されてしまい交代。そこの拠点は地味に攻めにくいぜ。あーしまった、コブ拠点に夢中になりすぎて道の封鎖一箇所漏れてたー。やべえの木口までノーガードだ。兵力少なくて下げてた沼田よ、対応よろ。この距離だと間に合うか微妙だな。強撃を避け一本道に入った祖豪さんがコウノモリ出雲をホバーク。続いて小田さんも真田信忠を撃破。軒口までの道が開けたぜ。時同じくして三好さんが杉浦元人を撃破。祖豪が手こずってるから背後から拠点脱出して強撃を狙うぞー。で石川一正祭の対応してた甘春も撃退に成功。中央はやっぱり激戦になってるけど、左右はだいぶ肩がついたな。うおー、わし自らの木口を襲撃し、地球優勢勝利に導いてくれるー。いちいち炎を出すんじゃねえ、めんどくせえやつだな。じゃノップその間同説の足止めよろ。クラスメイトに一人くらいいそうな名字の天野さん、ここにて脱落。敵部隊がだいぶ減ってきたぜ。激戦となってる中央もいい感じに敵削れてきた。お、相良春より撤退。右翼の攻めにくかった要所も権魚藩が迂回して制圧成功。これで背後から祖豪と強撃が決められるぜ。権魚藩、やっておしまいなさい。織田軍の猛攻にすごいもみあげ島津実心祭もついに撤退。うわなんだこれ肖像画か？もみあげ本当にこれなのかよ。あ、北条氏国も撃破。そして中央の激戦を制し、室町幕府重鎮細川春元を撃退し式優勢勝利。ぬおー、また軒口落とす前に戦終わったー。うるせえうぜえから火消せ。まあ何はともあれこれにて大規模合戦、かーあったどー。圧勝とまではいかないけど無難な勝利。前線続きだがまだまだ我らの優位は揺るがんぞ。そして関東八夜方小田氏春の復活の知らせが威風となって吹き荒れる。よっしゃー、小田城復帰じゃー。残念周囲の18城が動揺しただけでした。なんで？あー北条の本拠が結城城だから本拠バリアされたか。なんてこった。吉井風で結城城に集まってた敵部隊は吹き飛んだ。甲状腺で北条との最終決戦だー。兵力は我らが圧倒、一気化成に城を奪ってくれよ。威風中だしこれで織田城を奪還できるはずだ。史実では結城城攻め失敗から織田城を奪われたが、この世界では結城城攻めで織田城を奪い返すぞー。さあ最終決戦の相手は微妙な表情正木時忠にこれまた微妙な能力矢頭直江。地球が運びきれず笹をねじ込んだ笹の才造こと神才造と岩木地方か。山岡重長にラスボス北条氏康だー。本拠だけど武将しょっぽ。施設も神代こと鉄砲蔵のみ、合ってないようなもんだ。全軍突撃それでは織田城復帰のためのラストバトル、改正20倍近い兵力差、負ける方が難しいくらいだ。問答無用で蹂躙だー。ヒーハー、織田の武力は世界一そりゃ最強ですとも一番槍が織田信長だもん。弱い方の織田の戦法が強い方の織田になっとる。やつはまだまだひよっこよ。どの目線で言ってんだよ。剣女藩、鉄砲、放てー。
ノップと10年戦い続けた鬼強坊主も我らの仲間。史実では宿敵となる佐竹も仲間、騎馬突撃。この世界では宇治春を止められる奴はいねえぜ。そっちに防衛施設はなし、城門を攻撃せよ。神代湖破壊。よしこのまま城門突破だ。各自迂回して攻撃せよ。まさきかに宇治康が固まって守ってるが相手にならんぜ。踏み潰しちまえ。これなら南門は攻めなくていけるかな。金速事項。ああ、朝比奈さんの猛攻で山岡重長討ち死に。このおっさん初期面なのに律儀に最終決戦にも参加しててくさ。そして城門前の北条の司会宇治康が最後の抵抗。このランダム配置のカオスの世界でも、関東の制覇を成し遂げた相模の獅子が方向を上げた。けどすぐ爆散した。まあ兵力数百しかなかったしそうなるよ。で宇治康の後を追うように正木も解明へ。金速金速。城門破壊完了、本丸に乗り込めー、ランドリダー。止まらぬ織田家の勢いに笹野才三もついに爆散。これで西門もノーガードだぜ。で瞳孔開きまくりの佐竹が城門破壊。ヒーハー、本丸を破壊しろ、奪い尽くせー。そして盲導にもなんねえよって表情で岩木方かが解明。あとちょっと頑張り、本丸を占拠じゃー。金速事項。最後は朝比奈さんが本丸の制圧。さあこれで織田城を取り戻せるはず。北条も弱体化したし織田家の天下だー。皆の者、旗へたかったかつかかげよ、織田城に帰還するぞー。石山御坊一城から長い道のりだったな。胸を張って凱旋だ故郷へ錦を飾るぜ。こうして高く掲げられた黄金の尻家紋により、織田宇治春完全復活が威風となって伝播した。やったぞ、我がふるさとを取り戻したぞー。織田城奪還、悲願達成だぜ。今夜は織田城で宴会だー。その朝廷より統計五直子が使わされたとのよし。何直子？はて一体何事であろうか。織田公ご機嫌麗しゅう、統一の覇領を打つ。これはありがたき幸せ。貴殿を関白征夷大将軍太政大臣のいずれかに任ずるぞ。なんとおいずれも天下人にふさわしき朝廷の要職、好きなものを選ぶがよい。わしは織田城が取り戻せただけで満足じゃ。それなら太政大臣が無難かな。名ばかり役職ってことにして隠居しちまえ。ならばそうさせてもらおう。それじゃ私たちは別の世界に行くから、あとは自分で何とかしてね。宇治春、達者でな。消えた？あやつらもののけの類であったか。将軍様ご足労させてすまんな。わし織田城に帰るから二条五将を返ししますぞ。太政大臣となった織田宇治春は、存命だった室町幕府の第13代征夷大将軍足利義輝を復職させ、幕僚を返還しふるさとでの隠居生活を始めた。朝比奈の奴が話があるらしいが、一体どこにいるのやら。あ、こんなところにおったのか。金速。いやすべてをお話ししましょう。お前、本当は話せたのか。実は未来人の子孫と名乗る者が、我が主吉本公が桶狭間で討ち死にすると予言し、私はそれを阻止するために禁忌を犯したのです。はぁ？私は物のけたちの力を借り、大名たちの入れ替えをし、阻止するため吉本公を討つ織田家に仕えようとしました。わしが石山御坊に飛ばされたのはお前のせいだったのか。織田家と織田家を間違え使えてしまいましたが、結果、織田様が天下を統一してくださったおかげで吉本公は戦国の世を生き延びることができました。私は吉本公の元へ帰りたく、お暇をいただきたい。少々下世ぬが23年の長きにわたりわしに力を貸してくれたのじゃ。お前の故郷が今川氏というのなら、帰還を許そう。織田様、ありがとうございます。こうして史実では最後まで今川家に仕えた忠臣、朝比奈康友は、この世界でも今川家に仕えたのであった。わっはっは、今日はレンガ会じゃ、愛病を称える歌を作ろう。愛病の、金足事項、尻をかぐ。殿その歌の続きを歌えとはなんという無茶ぶり、悪ふざけが過ぎますぞ。貴様も貴様で電柱で刀を抜くな、目もガンギマリで怖い、悪ふざけが過ぎるぞ。これはしたり。まあ一緒にニャンコを撫でて楽しもうではないか。にゃーん。史実では宿敵となるはずだった佐竹とも猫友達となり、その絆は周囲の愛病家たちともつながれ諸侯とは固い結束が結ばれるのであった。こうして一人の故郷を愛する男の奮闘により、突如大名が入れ替わった混乱した世界に平和が訪れた。遠く離れた地から帰り咲いたその姿を皆、フェニックスと呼んだ。彼の帰還を喜ぶ民の歓声はとどまることなく、その栄光の奇跡は永遠に語り継がれるだろう。ではこれにてフェニックス織田編はおしまい。史実では新年の連歌会の日に攻められてお城を奪われたり、しれっと肖像画に猫も入れてるどことなく憎めない織田さん、いかがだったでしょうか？面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。当チャンネルでは他のゲームもいっぱい遊んでるから、よかったら見てくれよな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、また。
ねえ。